準備できたぜ。ここから入るのか？うん、予定通りだな。そう、ここがエリヌス島からメロピデ要塞へ入る唯一の入り口となっている。気をつけてくれ。少し後ろに下がるといい。メロピデイ要塞って海の中にあるのか？水、人々の深海への恐怖、この双方を兼ね備えたメロピデ要塞は囚人を収容し監視するのに適しているのだ。だが安心してほしい、この中は決して恐怖に満ちた場所ではない。下へ行った後、自分たちの目で確かめるといい。そうだといいけど。でも自分が海底にいるって思うとやっぱりちょっと怖いよな。それからもう一つ、前にメロピデ要塞の管理者リオセセリ殿と少々個人的な付き合いがあると言ったのは覚えているだろうか。彼は非常に聡明だ。おう、オイラたちもそいつについて聞いたぜ。公爵って呼ばれてるんだろ？ああ、彼はこの水中要塞における最高管理者だ。たとえ私の依頼で調査に行くのだとしても、彼やその部下たちとの直接的な衝突は避けた方がいい。彼がメロピデ要塞を離れることはあまりないが、決して要塞の内外について把握していないわけではない。知らないのではなく黙認しているのだ。この点については重々気をつけてくれ。では、雑談もそろそろ終わりにしよう。こたびの件、どうか頼んだぞ。おう、安心しろ。無駄足を踏むつもりはないからな。うむ。マドレーヌ。はっ、ヌビレット様。新たな囚人はこの2名ですね。私がいる以上逃げられることはありません。ご安心を。逃げるもんか。私について来い。今からお前たちをメロピデ要塞へ連れて行き、それから手続きを行う。